さあ始まりましたクリアランスドリームザレディオプラス、やってまいりました。この季節がババン、まあ本当にもう出してたこちらでございます。阪急梅田本店さんでですね、これ毎年開催されておりますバレンタインチョコレート博覧会2020が開催間近でございます。去年もですね、もうこのラジオとのコラボっていうのでいろいろ関わらせてもらいました、うん、で今年もね22日から開催されるということで、そしてもうこれ出来たてほやほやのですね公式ガイドブック、みんなこれね、あの、うん、しれっと持ってますけど、はい、もう一人一冊の限定で、はい、限定でございます。配られるという、私たちもゲットさせていただきましたので、はい、ちょっと今日はですねもう先駆けてなのかな、こちらからふわっと気になるやつをちょっと紹介していきたいなと、はい、メンバーおすすめということで、このイベント自体は、はい、この阪急梅田本店の9階の全てのエリアを使って、うん、そう、はい、さらにまあ地下のフロアまで含めてのこの一大イベントですので、はい、何ちゅうかエリアが膨大、そう、うん、西日本最大級と言われてますもんね、はいはい、そしてこのガイドブックも、うん、もう300ページにもいくような、うん、フルカラー、これであの9エリアぐらいに分かれているんですけれども、はい、うん、はい、まずはこのガイドブックにのっとってちょっと前の方から紹介していこうかなとは思いますけど、はい、まずはカカオワールド、カカオワールド、はい、はい、世界のチョコレートの中でも、うん、そのカカオにこだわったチョコレートを取り扱っているコーナーでして、うん、この産地から選び抜いたチョコレートの中で、うん、はい、私が今回注目しているチョコレートは台湾のフーワンチョコレート、うん、おー、はい、こちらの台湾産のカカオを使ったチョコレートとなっておりまして、うんうんうん、それが今回初登場ということで、なるほど、森脇的にはねこれすごく気になるんです。おお、テキスト何ページですか？29ページでございます。テキスト29、皆さんもお手元の公式ガイドブックを見ながら見ながらね、はい、こちらですね、はい、もしお家でない方は、はい、阪急梅田本店さんのホームページの中で、うん、そうそう、このガイドブックのビューワーがありますので、うんうんうん、そちらで参照していただけたらと思います。思います、はい、美味しそう、桜エビ、桜エビが入ってます。どんな味なんやろ。実際台湾も海が海に囲まれているので、うん、海産物、水産物がものすごい豊かなんですよ、うん、その中でもよく取れる桜エビを入れたチョコレートが今回売りとなっているということで、素晴らしい。いきなりなかなかの変化球から来ましたね、桜エビ入ってきたやつ、ね、じゃあ、 まあどんどんちょっと見ていきますか。じゃあ続きましてなんですけど、はい、ジャパンクリエーションのエリアですけど、はい、ここで言うと定番ですけどね、このあのクラブハリエのバームクーヘンで有名ですけど、うん、このショコラバームあるんですけど、僕まだ食べたことなくて、うん、これ何がっていうとですね、86ページご参照ください、はい、ね、真ん中がですね、うん、これも超で埋まってると、びっくりしますよね。いつもここがね空いてるからカロリーゼロだって言えるんですけどね、埋まってたらちょっと怪しいですね。いやでもトロトロカロリー食べきってないんじゃないですかね。で、あとねクラブハリエは今年、うん、アポロチョコとのコラボ、これすごいですね。なのでこれもチェックしていただきたい。しかもこれ15個で5,400円するのやるな。ボンボンショコラアポロやるな。香り高いイチゴジャムを使った贅沢な音のアポロチョコ、これ、うん、欲しいっすね。これ欲しい。5,400円よこれ。15個入り。すごいなこれ。これ気になりますね。ね。じゃあ続いて、さあ世界のチョコレートが楽しめるワールドチョコレートライブラリー。こちらですけど。結構高級な。うん。そうそう。高級なところがありますけど。世界の一流ショコラティエが作ったチョコレートがもう目白押し。その中でも入手難易度が一番高いのが。はい。イヴァン・バレンディエ、あ、出た、イヴァン・バレンディエ、はい、去年も聞いた、聞いた、はい、はい、ね、イヴァン・バレンディエはやばいですね、はい、皆さん名前も聞いたことあるので、うん、ちょっと買いに行こうかなと思う。まず普通に買えません。買えないですね、はい、どうやって買ったらいいんですか。まず朝の9時半から整理券を配りますので、はい、やば、開店前から並んでください、うん、すごいね、それぐらいしないともう入手できないという、ね、そうなんです、ね、これはここに載ってるのはトリュフですね。はい、トリュフです。え、12個入りで6,687円するんですか。そうです、はい、でも一回食べてみたい。日本ではやっぱり優秀難易度が高いので、はい、まあ、この期間にぜひぜひ朝から並んでいただいて、そうですね、はい、ぜひ購入していただけたらと思います、うんうんうん、あと三浦さんもそうなんですよ。このプレスタというね、イギリスのブランドなんですけれども、うん、昨年は薄いチョコレートが販売されてたんですけど、うん、もう香りも良く
はい、もういろんな種類置かれてますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います、うん、はい、さあさあまだまだいきましょう、はい、ボタニカルチョコ、そうなんですよ、このパンフレットを見てましたらですね、うん、割とお花とか、はい、例えばハーブとかね、そういったものを原料に入れている、うん、そんなチョコレートがたくさんあるんですけれども、うん、はい、私が気になったのは144ページのボアシエのベタルドショコラフルール、おこちら1貫 68g フランス製で、4104円なんですけれども、はい、まさにですね、うん、ペタルということで、うん、その花びらの形をしたものなんですけれども、フレーバーもですね、ローズ、バイオレット、ジャスミンといった花々の他にも、抹茶とかキャラメルミルクティーみたいなね、そんないろんなフレーバーがありますので、このこれも薄いんですよ、薄い、まさに花びらという感じで、その食感と風味どんな感じなのかな、これめちゃめちゃ気になります、女性ならね、うん、これは要チェック、はい、さあそれで続きましてはですね、フルーツ&ナッツチョコ果実園っていうのも、そう、フルーツを使ったねチョコっていうのもね結構あるんですけど、うんうん、この中で言うとね、はい、167ページにあるのが、うん、去年僕たちのラジオにもお越しくださいました、オッジ、はあ、オッジ、そう、はい、オッジのですね、うん、商品があって、マスカットレーズンチョコレート、これ美味しそう、美味しそう、これパッケージもめっちゃ可愛いじゃないですか、可愛いよね、そうですね、ハートや、756円、あ、お手軽、お手軽です、これいいですね、これいいですね、ちょっと食べるっていうのでねそう、これね、気になっております、はい、はい、去年はチョコレートケーキでしたね、うん、チョコレートケーキでしたね、美味しかったね、そうそう、はい、それでは、またさらに進みまして、はい、チョコ菓子マーケット、あ、いいですね、ありますね、これはもう毎年出ているオードリー、うん、オードリー、これも並ぶんよ、ね、めちゃめちゃ並びますよ、あのホール全部使ってやってますからね、いや本当にすごいんですけれども、うん、このオードリーと他に私のおすすめとしてですね、うん、マシュー&クリスピーというね、クリスピーケーキなんですけど、190ページにありますけれども、こちらの中がマシュマロで、あとあのお米のパフみたいなのが入ってて、めっちゃ食感もよくて、めっちゃ甘いんですけど本当にめちゃくちゃ美味しい、食感も楽しめる、そんな、はい、ケーキでございます、はい、外観も可愛いですね、そう、めっちゃ可愛いんですよ、インスタ映えもしそうな一品、確かに、ぜひチェックしてください、はい、さあ、さらにさらに進みまして、今度はチョコスイーツパーク、はい、でございまして、こちらもですね、注目するのは201ページ、出ました、はい、東京チューリップローズ、はい、去年もゲストに来ていただきました、ね、ましたし、はい、金井シェフのプロデュースされる東京チューリップローズまた登場いたします、とにかく見た目が可愛い、可愛い、本当に可愛い、うん、ディスプレイがね、はい、もうね、あれで惹かれるよね、はい、まずね、 お花畑ですかね、そうそうそう、まさにまさに、その中でいうとこのね、いちごのクーベルチュールでミルクのコクを閉じ込めてってやつ、これがチューリップルージュ、そう、チューリップルージュってやつがね、ちょっとまたこれも気になりますね、気になりますね、これも期間限定ですから、皆さん売り切れる前にゲットしていただきたいな、はい、こちらはあの地下1階の、うん、そうですね、ツリーテラス前ということで、ちょっとね、はい、エリアが変わりますね、で僕もう一個ねスイーツパークで気になるやつ買って、はい、210ページなんですけど、うん、千年の香りっていうやつの、うん、宇治抹茶生チョコレートおこい茶ってやつがね、めっちゃ気になりますね、なんかすごいもう真緑ですね、真緑まさに濃いですよって感じの、そうなるわ、ちょっともうなんかあの苔むした感じで、うん、なんかわびさびというか、そう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 、うん、一回食べてみたい、ね、さあ、はい、最後のエリアなんですけど、はい、チョコフードホール、いろいろそこで食べれたりするんですけど、気になるところがですね、うん、240ページの左下にあります、うん、アリゴとカモの生ハムメルバ添えっていうやつです、おお、これはナチュラルチーズ入りのお芋ピューレに香ばしいカカオニブを乗せて食べると、うん、カカオパウダーでマリネしたカモの生ハムとのマリアージュを楽しむって美味しいの決まってそうだからカカオのこういう食べ方もあるよっていうのも見れるっていうのがいいんですよね、うんうん、はい、ね、いろんな料理に合いますから ね、うん、カカオでね、こちらは藤丸カカオ食堂さんがやってはる、はい、やってはるやつです、はい、はい、カレーにも入れたりしますからね、そうですね、うんうん、でもう一個ねカカオニブのやつで気になるのは243ページの炎の共演カラメルブリュレってやつ、これがですね、うん、ラム酒が香るカスタードをさっと炙ってパリパリの食感が楽しいスイーツっていうことですね、でもねやっぱり出来たてスイーツはもうたまんないですよ、そうですよね、ということで、はい、今ざっと紹介しただけでももう全然時間足りないんですけど、それも無理ですよ、はい、こんなもんもまあ、ね、こちらね、あの、うん、
1月の22日から2月の14日までやってますので、はいはい、皆さんも毎日来てもそうですね、もう回りきれるかどうかですね、皆さんです、はい、思いますんで、ぜひ皆さんで早めにこの公式ガイドブック、はい、これもゲットいただいてですね、僕たちと一緒に楽しめたらなと思っております。いいのがあったら森脇さんにも一言言ってあげてください。はい、お願いします。ということで、クリアランスのねドリームザレディオの方も、毎週ね阪急百貨店でお待ちしておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ。